皆の者、わしが佐賀藩第十代藩主鍋島直政である。わしは1830年に17歳で藩主となってから30年余り、この佐賀藩を日本で最も強く豊かな藩にするために寸暇を惜しんで働いた。藩を一から作り直し、教育に力を入れ、人を育てた。産業を成長させ、国を富ませた。そして西洋からは医学から軍備まで、新しい知識と技術をいち早く取り入れ学び、日本で最も先進的な藩に仕立て上げたのじゃ。わしの好きな言葉は戦友好楽という。これは常に民より先に国のことを心配して、民が楽しんだ後に初めて我も楽しむという意味なのじゃ。わしはこの言葉を常に胸に温めておった。わしがこの言葉を書いた書も佐賀県立博物館に展示されておるぞ。よし、ここで一つクイズを出すぞ。よいな。佐賀城本丸は今も歴史館として多くの人が訪れておるが、この本丸前には立派な門がある。わしの自慢の策でな、国の重要文化財にもなっておるのじゃ。屋根の上にある生き物が対になって向かい合ってしつらえてあるのだが、この門はその生き物の名前をとって丸々の門と言われておる。この名称わかるかな。さて、1番2頭の熊なので熊門、2番馬と鹿なのでバカ門、3番2匹のシャチなのでシャチの門。ある時、天然痘という伝染病が我が藩内でも流行って、民がバタバタと倒れてしまった。その時、海外にはワクチンというてな、事前に打っておけば予防できる、そういうものがあったのじゃ。それをわしは知ってな、それじゃ、それを民に打つのじゃと言ったのじゃが、しかしオランダから取り寄せたこのワクチン、みんな怖がって受けようとはせんのじゃ。それはこのワクチンが牛の体内で作られたとかで、それを注射すると牛になってしまうと噂が立っておったんじゃな。そこでわしはあの言葉を思い出したのじゃ。戦友好楽よ。わしは我が息子純一郎にそのワクチンを打たせたのじゃ。それからじゃ、安心した民たちが次々と注射を打つようになり、ついにはここ佐賀から日本全国まで広がり、多くの民が救われたのじゃ。それ以来、我が藩は西洋医学の国内の最先端の場所となったのじゃ。我が佐賀藩は幕府の命令で外国に開かれていた長崎の港を守っておった。そのため、西洋の進んだ知識や技術に真っ先に触れることができたのじゃ。わしはこれを好都合として、海外から軍艦が来たと聞けば現地に出向いてつぶさに見学をしたのじゃ。操縦室にまで直接乗り込んでな、操縦の仕方を教えようと尋ねたもんだから、船長は目を白黒させておったわ。この経験をもとに、わしは技術革新を超特急で急がせた。佐野常民をはじめ、多くのわしの家臣たちはヘトヘトになりながらよく応えてくれたのじゃ。日本初の蒸気機関をこしらえ、日本で唯一鉄製の大砲も作れるようになった。徳川幕府が買いに来たほどじゃ。日本で初めての軍艦も自分たちの力だけで完成させ、
我が有明海に浮かべることができた。大小の船が行き交うあの時の光景は忘れることができん。さよう、三越の海軍基地じゃ。良い国を作るためにはまず人の力を伸ばすことが重要だとわしは思っておった。だから藩士、特に若者に学問を進めたのじゃ。そして試験の成績次第でその親の給料が決まる文部科業法という法律を作ってな。みんな怯えておったわ。ここまで厳しいことをした藩は他にはなかったようじゃな。藩の学校、講道館も教室や教師の数を増やし、さらにオランダの言葉を学ぶ蘭学寮を作った。医学施設を充実させ、厚生館という医療研究所も作ったのじゃ。厳しすぎたかもしれんが、それが間違っていなかったのはわしが一番よく知っておる。わしの家臣たちは後に明治政府の重要な人物として続々と働いた。この国を良い方向に導いてくれたのが何よりの証拠じゃ。はい、クイズの答えは3番、シャチが向かい合うシャチの門でした。いかがだったかな。わしら佐賀の先人のことを調べて、もっともっと佐賀のことを好きになってもらいたい。